ハローハローハロー、皆さんこんにちは。ティンカスチャンネルへようこそ。本日は2022年の12月31日、年の最後の日になりました。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。私は、少しずつ元気を取り戻していまして、今回復途中になってます。まだ鼻声なので、あらかじめご了承ください。で、本日は、前回から始まっている3本立てのパート3、最後の回になります。話題が、覚悟はいいか、クリスマスの予言パート3になります。はい、ジョセス・ティテルさんというアメリカ人の占星術師、サイキッカーの、占い師、サイキッカーがですね、予言をしていただいているんですけれども、毎週配信、ライブ配信で予言をしていらっしゃいまして、でジョセス・ティテルさんに関してわからないよという方は、私のブログの方ですね、tinkerschannel.com の方で、ティンカースチャンネルが、ジョセス・ティテルさんの、プロフィールというかご紹介をしてますので、そちらで確認をしてみてください。今回は、Brace Yourselves Yuletide Predictions という、ジョセフ・ティテルさんの現代の、動画から、お届けする内容のパート3になります。それでは、ティンカスチャンネルを進めていく前にですね、番組の趣旨のご説明だけささっとさせていただきたいと思います。ティンカスチャンネルではですね、皆さんに考えていただくきっかけとなる情報を提供しております。海外からの情報だったりですとか、日本ではあまり報道されていないことだったり、スピリチュアルなことを話したりですね、そういったことをシェアをして、皆さんがそれについて情報精査をご自身でしていただいたり、考えたりしていただくようなきっかけになればということで、シェアしている番組になっております。なので、ティンカースチャンネルではこれが正しいんだというふうに皆さんに答えを提示しているわけではありません。なので、何事も疑っていただいて、自分自身で、情報精査をしていただき、自分なりに考えて答えを模索していっていただきたいというふうに思っております。この考えるプロセスこそ、自分軸をしっかり持つことにつながっていくことだというふうに私は信じておりますので、皆さんの考え、直感というのは宝物だとも思っております。自分の直感を磨いて、お互いに、成長していきましょうという感じですね。ティンカスチャンネル、チャンネル登録いただいている皆さんありがとうございます。まだまだ小さな番組ですので、ぜひとも応援の意味を込めてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは今日も、本題の方に入っていきたいと思います。現代が、Brace Yourselves, Yuletide Predictions、日本語題名が、覚悟はいいか、クリスマスの予言パート3になります。前回のお話はハリウッドに関する予言ですとか、昆虫食、食糧危機などについてお話をしている内容だったんですよね。で、もしまだ見てないっていう方は、ぜひともパート1、パート2を見ていただければと思います。概要欄の方に貼っておきますのでよろしくお願いします。早速ですが、トピック1、カナダ政府の高官が突然死。2020年の2年前の、流行り病の対策全般に力を注いできていたカナダの高官の方はですね、35歳という若さでこの世を去ってしまったというニュースが流れてまいりました。それを、ジョセフ・ティテルさんがですね、ご紹介していたんですけれども、彼はですね、マスク着用の義務化、ワクチンの接種の義務化、ワクチンパスポートの推進などに力を入れていた方だったそうです。ジョセフさんが、おっしゃったこととしてはですね、35歳という若さで突然死をしてしまったわけですので、死因というかどうして亡くなってしまったのかというのをですね、ニュースに出てるかなというふうに思って調べていたらしいんですけれども、なかなかその、死因について触れているニュースが見当たらないというふうに言っていらっしゃいました。私の方でも見てみたんですけども、なんかあんまり見かけなかったですね。で、このような状況ではあのハリーが原因だったとしか思えなくなりますというふうにジョセフさんはちょっとおっしゃってまして、過去の予言でもお話ししましたけれども、これから続々と、急にですね、この世を去ってしまう方が増えるというふうな予言もしていたそうです。なので、スターですとか、政治家、有名人が突然、この世を去ってしまうということがこれから増えてくるでしょうというふうに予言なさっていらっしゃいました。ジョセフさんが2022年1月の新年の予言でお話ししたように、突然死がこれからも増えるというふうに今もおっしゃっております。ちょっと怖いですね。どうなってしまうのか、何が原因でそうなってしまうのかっていうのはちょっとそれぞれで考えていただきたいんですけれども、世の中がどうなっていくかっていうのをしっかりと見届けていきたいと思います。トピックその次、2つ目のトピックがインドと中の国の関係について。ジョセフさんが見たビジョンとしては、インドと中の国の国境で摩擦が生じているということ、これはもうすでに現に起こっていることではありますよね。で、1、2週間前に両国が国境で応戦し合ったというニュースがありましたけれども、この一件はこれから悪化していくというふうにスピリットが感じさせてくれているそうです。ジョセフさん曰く、中の国はインドの領域に押し進もうとしています。
なぜだか分かりませんが、中の国はインドのそのリーダー、現リーダーに対して脅威を感じているというか、何かわだかまりがあるそうで、この先に丸いる攻撃なども起きるというふうにジョセフさんは予言なさっていらっしゃいました。まあ、ジョセフさんがおっしゃるには、もうこれ以上共産党の脅威がインドを傷つけないように祈りましょうというふうな形でおっしゃって、お話をしていらっしゃいました。続いての話題がナ・マルスの生き残りについて。この丸の中には地ですね。以前ジョセフさんはナ・マルスの意思を持ったグループがどこかで潜伏をしているというふうに予言していたのを覚えてますでしょうか。なんか覚えてますか。なんか最近私も動画であげたんですけれども、この度ですね、ジョセフさんが見つけたニューヨークタイムズのニュースで、かつてのナ・マルスの科学者たちがですね、実はドイツから合衆国に渡ってきたのですが、その人たちを解放して合衆国に住み着いたというふうに言っていらっしゃるニュースがあったらしいんですね。でジョセフさんが言うには、彼らはネバダ州に移住したらしいのですが、彼らこそ、NSA などの、組織の礎を築いたグループだというふうにおっしゃってます。でまた先日ニューヨークタイムズ紙が、掲載したクロスワードパズルが、万字模様だったというよう なんか話題が、結構トレンド入りしたらしいんですけれども、物議をかましておりまして、同氏はすぐに謝罪をしたらしいのですけれども、 SNS などで拡散をされてしまっているというふうな話題をジョセフさんはお話ししていらっしゃいました。でジョセフさん曰く、このニュースを見るとニューヨークタイムズ紙はその生き残りによって経営されている、ニュース紙なんじゃないかというふうに思えてなりませんというふうにおっしゃっておりました。もしかしたらそうかもしれないですよね。今でもそういったサブリミナル的な、なんていうのかな、情報を世間に流してシェアして人の心に何かを植え付けているのかもしれないですよね。考えすぎかもしれないですけれども、その可能性もあるとは私は思います。次の、話題、ライフルを振り回す男のビジョンを見たということですね。ジョセフさんはライフルを持ってハイウェイを走っている男のビジョンを見たそうです。詳細はわからないそうですが、何かウォルマートの事件の時のような感じがしたので、気をつけてくださいというふうにおっしゃっておりました。ジョセフさん曰く、もうトラックの運転手たちが危険な目に遭うという予言覚えてますでしょうかというふうにおっしゃってまして、荷物を積んだ中型トラックが一番狙われやすいんじゃないかというふうにおっしゃってまして、荷物だけが目的なのではなくて、トラックのコンピューターの部分を盗もうとするというような犯罪も出てくるのではないかというふうにおっしゃっておりました。ジョセフさんがおっしゃるには、トラックドライバーを狙うということは物流が滞ってしまうことにも発展しかねませんので、さらなる何とか不足とかインフレを引き起こしかねない、そういった事件に発展してしまうかもしれないというふうにおっしゃっておりました。で続いての話題、中東とアフリカのギャングの話題ですね。お米の国が、ウ〇〇稲に供給している飛び道具などが中東やアフリカのギャングの手に渡っているのを知ってますでしょうかというふうにジョセフさんはおっしゃってまして、お米の国は最初から他国に飛び道具などを送るべきではないのです。そうした道具が今じゃ一番渡ってはいけないところに渡ってしまっているというふうにジョセフさんはおっしゃっておりました。でまたジョセフさんが察するに、お米の国はそのような結果になることを知らずに提供したわけではなさそうだというふうにおっしゃってます。知ってて、そういった武器などをそのウ〇〇稲に送っていたんじゃないかみたいなことをジョセフさんはおっしゃってました。で私がその思うに、個人的に思うのは、確かにあれだけですね、お米の国というのは諜報機関が優れている国ですよね。それだけ軍にお金を使っている国なので、どのようにその飛び道具ですとかそういうのが渡っていくというのは最初からも把握できているはずですよね。なのでそこを考えるとちょっと怖いなという感じはしました。次の話題、忘れてはならないのが、トルコ。こうした武器の流れがあるとして、忘れてはならないのがトルコという存在。ジョセフさんは以前に何回かトルコの軍事的活動の予言というのをしてましたよね。ジョセフさん曰く、ユーフラテス川の周辺で闇の勢力の部隊を作っているというふうにお話ししたのを覚えてますか。それとつながってくる気がしてならないのですというふうにおっしゃってました。確かになんかトルコとかそっちの方でなんかね、ナ・マルスのなんか生き残りがこう、組んで軍を形成しているとかなんとか、そういうのもなんか予言ありましたよね。そういったところがあるので、トルコ周辺というのはちょっと要注意なんじゃないかなというふうには思います。続いての話題はイーロン・マスクについて。ツイッターの CEO として君臨するイーロンですけれども、先日、ツイッター
ターの中で、まあ、後任が見つかったらCEO は辞めてその人になってもらうみたいなことを話してましたけれども、まあ、先頃面白いツイートをしていたというふうにジョセフさんが取り上げていたのが、ファウチを起訴するというようなツイートだったそうです。まあ、ドクターファウチに関しては何かを暴露するというふうなことをほのめかしているツイッターですけれども、まあ、ジョセフさんがおっしゃるには魔女の鍋をまだまだコトコト似てかき回しているようなジョセフさんはなんかイーロンですよねというふうにおっしゃってまして、ツイッターに関しては、まあ、イーロンが CEO になってからツイッターファイルなどを、まあ、ジャーナリストらによる真実の暴露が続いている状態ですけれども、そんな中イーロンは、まあ、自身の身の危険を感じているというふうにツイッターの、まあ、スペースのインタビューなどで答えていたそうです。ジョセフさん曰く、前回の動画の配信でお話ししたように、まあ、イーロンは自分の身の危険というのを感じていることは間違いないようですねというふうにおっしゃってまして、またドクターファウチを起訴ということを言っていることに関してですけれども、残念ながら起訴されることはないでしょうというふうにジョセフさんは予言しています。ただ近い将来逮捕者が多く出ることはあるかもしれません。2015年2016年くらいに残した予言で、地下のトンネルに関しての大量逮捕があるというのは予言しておりますが、本日またビジョンが見えまして、ハリウッドで大量逮捕がありそうだというふうにジョセフさんはおっしゃっております。大量逮捕というか、そういう逮捕劇というのも、まあ、これからあるかもしれないですけれども、この世を去ってしまうような件というのも、起きそうですよねというふうにはおっしゃっております。で、最後の話題、オレンジジュースが貴重に、まあ、最後の予言なんですけども、オレンジジュースの値段が高騰しているそうで、まあ、いつものように手に入らなくなる日ももしかしたら今シーズン来るかもしれないというふうにおっしゃってました。まあ、特にこの寒い冬のせいでみかんというかオレンジの生産量に限りが出たということなので、まあ、オレンジジュースですとかオレンジを使った製品の値段の高騰ですとか品薄の状況というのが発生しているというふうにおっしゃってました。こうしたように今食料危機というものはですね、すぐこう一瞬にして来てしまうようなものなので、皆さんですね、備蓄をしてなるべく何が起きても大丈夫なように備えておいた方が良さそうな気もしますよね。はい、今回は以上になります。ちょっと短めの動画でした。まあ、3編に分けて今回はお届けさせていただいたので、ちょっと一つ一つがですね、内容薄そうに見えるんですけれども、実はですね結構内容濃いとは思います。これでもし将来的にその予言がこう的中したとか、まあ、しなくてもですね、その世の中の流れというのがちょっと見えてくるんじゃないかなということは私は思っていますので、皆さんですね、短い動画でもしっかりとこう時間があるときに聞いて自分で考えて情報精査をしていただければなというふうには思っております。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。もし、いいなというふうに思っていただけましたら、グッドボタンで応援の方をよろしくお願いいたします。私は、ブログの方もやっております。tinkerschannel.com 画面に出ておりますが、概要欄の方にも貼っておりますので、ぜひ予言をですねじっくり読んで、おさらいをしたいという方は、ブログの方でですね確認をしてみてください。はい、で、YouTube で削除されてしまったような動画というのも、実はランブルで見れます。まあ、ランブルという別の動画サイトがありますので、私の概要欄からジャンプしていただければランブルの動画も見れますので、ぜひとも見てみてください。今回も長々聞いていただきましてありがとうございました。今年最後の投稿ですけれども、来年も早々からですねどんどん動画の配信をしていきたいと思いますので、ぜひとも楽しみにしていてください。それでは、Thank you so much for watching, Thank you so much for listening, Tinker's Channel でした。またの配信をお待ちください。ぜひとも皆さん、良いお年をお迎えください。それでは、See you next year! Goodbye 2022! それでは、チャオ、バイバイ。尻尾が興奮してるよ。